達郎です。今日は、珍しく僕のチャンネルにゲストが来てくれてます。チュラ散歩のお二人です。お願いします。はい、はい、はじめまして。チュラ散歩さんは沖縄でお二人で YouTube やられてるということなんですけれども、はい、ちょっと軽くチャンネルどんな感じでやってるか説明をお願いします。はい、チュラ散歩は、北部のですね、北部を中心に沖縄の魅力的なスポットとか美味しいお店、あと綺麗な景色などを皆さんにご紹介したいということで、はい、東京出身の私優と、はい、沖縄出身のミキ、はい、2人でですね、はい、YouTube を運営しています。はい、ありがとうございます。珍しいタイプだなって思うのが、うん、沖縄って僕はここ数年で YouTube 始められる方がめちゃめちゃ増えたなって思ったんですけど、でも北部、しかもそれが本部っていう行き切った北部は行き切った北部あんまり聞かないんですよね。そこを拠点にやってるっていうのは、あ、基本やっぱ那覇とか浦添とかっていう都市部、もう仕事の問題もあるんで、うん、都市部に集まってるんで、この北部でやられてるっていう、でしかもそれを YouTube で見れるっていうのは結構珍しいなと僕は最初見た時、思いました。チュラ散歩さん、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はね、ちょっと僕のチャンネルに女性のゲストが出るっていうのは非常に珍しいんです。へー、うん、でなので女性にしか聞けないことを僕はちょっと聞いていきたいなと思います、うん、ゆうさん、みきさん、それぞれにちょっと、お題を用意しますので、はい、これに沿ってお話していければと思います。ドキドキする。お願いします、ね、やだ、ノーカット怖い。ノーカット怖いよ。僕のところはノーカットで、ね、しかも打ち合わせもそんなにない。打ち合わせもね、歩きながらちょいちょい話しただけなんで、もう本当にだからこれもうめちゃめちゃリアルな声、本当ですね。僕は今日何を話してもらいます、もうさっき伝えたばっかりなんで、うん、多分もういろいろ想定もできてないと思うので、できてない、もう生の声を言っていただければ、はい、お願いします、はい、まずじゃあ移住者でもあるゆうさんに今日お伺いします。はい、ゆうさんは移住されてもどれぐらいですか。もうね、15年、もうすぐ15年。はい、僕が4年なんで3倍以上。もう15年で、出身が先ほどお伺いしたけど東京、はい、東京から沖縄に15年って言ったら、うんうん、もうこっちの方が長くなりかけるぐらいの感覚ですよね。ですよ、うんうん、どうですか、15年経って沖縄に住んで15年経った人と喋ることって僕もあんまりないんですけど、こんなに長い人と喋ることは、感覚としては、うん、慣れる、飽きるとかはあるんですか。いや、慣れますよね、うんうん、不便とかは全然感じなくなってくる。いい意味で慣れる、うんうん、なるほどなるほど。秋とかは例えば別に海はとか、うんうん、蕎麦そんな食わねえよとか。あ、気になるな、それは。蕎麦意外と食べないかもしれない。あ、もう食べなくなっていく感じですか、それとも元からあんま食べなかった。うん、元から食べなくて。あ、なるほど。ラーメン派だったんですけど。そう、でもミキちゃんと撮影で沖縄そば食べに行くようになって、うん、そして沖縄そばって一回食べるとハマるよね。ハマるんだよ。ハマるんだよ、ね、なんかまた食べたくなりますよね、うん、僕も4年住んでますけど、うん、週1週間の中でそばを1回も食べなかったみたいな週は多分4年間で1回もない。そば大好きじゃないですか、ね、大好きですし、多分相当行ってます、沖縄中のとこに。だから例えば観光で来られた方とか、友達とかが、あ、ちょっと夜なばる行くけど、うん、美味しいそばやないって言われたら、うん、パッて答えてるとか、どの市町村でも大体答える。すごい、後で聞こう。きっと詳しいですね。いや、もう相当言ってます、暇さえありゃ相当言ってる。でも、まあでもやっぱり東京で、その僕も大阪なんで、うん、都市部で暮らしていると沖縄の、うん、あ、こういうとこ不便だなみたいなのはどうしても目立つじゃないですか、うん、こういうのにはでも意外と慣れるんですか。そうですね、なんか最初やっぱ時間にちょっとルーズな感じとか、あとなんだろう、定芸ってなんだ、大概とか適当とか、そういう意味でね、なのは最初やっぱちょっとイライラしてたんですけど、まあね、おー、そんな話聞いたことない。そう、いや、これはね、どうしても申し訳ないけど、いや、みきちゃんじゃないよ。そういうことがあったんです。そういうことがあるからね、やっぱ日常生活でなんでっていうのあったけど、うん、やっぱそれがね、普通になってきますよね、うん、これが沖縄の文化なんで、うん、越してきた身としては、うんうん、これにやっぱ適応するしかないですから、うんうん、僕らがなんか言っても仕方ないというかね。そう、イライラして話しても、うん、あ、まあそうだよねみたいな返事しか返ってこないから、うん、沖縄の人から。あ、もうしょうがない。そうなんだ。でもね、僕もうちなんちの人のうちなんタイム問題をうちなんちの人に聞いたことがあって、うん、うちなんちはこれをどう思ってるのかって聞いたら、うん、結構
あの分かれて、一人はなんか時間とかも何でもよくないっていうタイプとか、1時間ぐらい遅刻じゃないさみたいなタイプと、もう一人はなんか、いやもうこれ本当沖縄の問題だと思うわみたいな、これも由々しき問題だみたいな人もいるんで、間違ってほしくないのは沖縄の人全員がそうじゃないっていうことです。沖縄で全員がそうじゃないし、沖縄がそれを全部許容しているわけではなくて、うん、ただ内地よりもちょっとそれが寛容だっていうこと、うん、時間についてっていうのが、うん、っていうのがあるんで、うん、まあ僕ら都市部の人間からしたらちょっと最初そういうのになんかこうなんかカルチャーショックを受ける可能性もあるっていう感じですね、うん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 、で、ゆうさんはもうこちらに何歳に来られたんですか。あ、それ言っちゃうとね、まあ、いいですけど、まあでもあの、うん、15年前で相当若い時、そう相当若い時に来られた、専門学校卒業してから来ましたですよね、うん、でこちらでもご結婚もされて、はい、でこれはこっちで結婚して、もうこっちで結婚しちゃうとそのなんか東京に帰るのもなんかこう難しくなるというか、うん、みんなじゃあ家族で東京に帰ろうとかってもならないじゃないですか、うんうん、沖縄でも言ったらずっと暮らすっていう想定で今はいるっていう感じ。そうですね、骨をうずめるのかなみたいな。それはもう全然それでいいという感じですか。それでいいかな、沖縄好きだからもうそれがいいという感じなんですか。そうですね、なんか実を言うと最初の頃はここで子育てしたくないと思ってたんですよ。あら、沖縄で、うん、なんかやっぱちょっと選択肢が狭まるのかなって、ね、仕事もそうだし、まあまあまあ、そうかも、ね、学校もやっぱり少ないからちょっとそれはどうかなと思ったんですけど、でも実際育てて、今子供いるんですけど、育ててみたらまあね、大きくなってもしもっと大きいとこ見たいって言えば都会の方、那覇の方行ったりとかすることね。なるほど、その時に応じて動けばいいと、うん、県外に出てもいいかなとか、例えば子供が一人で内地に進学したいって言ったらそれはいいんですか。ねえ、でもいますよね周り。沖縄はねめっちゃ多いって、なんか、うん、結構聞くのは半々って聞くんですよね、うんうん、半分は沖縄に残るの、うん、半分は内地進学する人とか内地就職する人が多いって、うんうん、聞くんで、そういう可能性もあるけど、うん、沖縄に住むと子供がそういうことを言う可能性も出てくる、うん、でもまあ自分がそうだからね、二十歳から親元離れてるので、うんまあ、そういうのもね、うん、ありかなと。なるほど、でも15年住むとやっぱいろんなことをあるっすもん ね、 そうですね、結婚とか出産とかやっぱり。ありがとうございます、はい、やっぱりこれ15年住んだ人の言葉っていうのは聞けないし、うん、女性でここまで長くっていうのはイメージできない人もたくさんいると思うんですよね。男って一人でなんか適当に生きていける感じがあるんですけど適当、女性はやっぱなんかこう男性よりも大変なイメージが男性からしたらあるんですよね、うん、そうそうそう、繊細な部分とかもあるんだろうなとか、うん、ありがとうございます、わかりました、はい、これが移住者の、意見だと思います。うん、じゃあ次、うちなんちゅの方の意見を聞きたいんですけど、うん、ドキッとしますよね。なんかこれ結構あれですね、達郎さんが引き出し上手だから、私はゆうさんの聞けなかった今まで話が聞けて、そうなんだみたいなのがありました、ね、でもちょっと、うん、うちなんちゅの方から見てまずね、うんうん、僕はうちなんちゅから見た移住者はっていう話は結構動画でしたんですけど、うん、うちなんちゅの女性から見た女性移住者っていう話は聞いたことないんです、うん、女性移住者、女性移住者、まさに、はいはいはい、どんな目で見てるな、あなた